皆さんこんにちは、こんばんは。かみチャンネルを見ていただいてありがとうございます。もうです。しんです。しんじゃない。もう間違えんだよ、本番なのね。お母さんのかみです。はい、今回、はい、作っていくのは、はい、スライムです。イエーイ。放射というものを本来は使うんですけど、今回は使いません。イエーイ。なぜスライムを作ろうと思ったかというと、っていうものをですね、はいはい、なぜというのをちょっとかんみちゃんに話してもらうと思います。はい、まずですね、かんみサークルというチャンネルでおもちゃ動画を紹介するんですけど、けれどもそこでまおちゃんが焼きそばを作りたいって言うんですよね。それでスライムソースを作りたいということで、まあちょっとやってみようではないかと、スライムでソースを作りたいと思います。イエーイ。材料はこちら。ですね、こちら洗濯のりです。サリノール、私たちこれなんですけど、まあ何でもいいです。何でもいいね。はい、これとあとセービングフォームです。おひげそりそりおひげそりそりするやつですよ。こちらだとあとですね、はい、コンタクトレンズ洗浄液、洗浄液、コンタクト洗う液ですね、はい、そちらは何でもいいんですけど、私たちはこちらを使いたいと思います。はい、こちらとソースの色付けなんですけど、何色、どうすればいいかわかんないので、茶色とオレンジ、オレンジみたいな色と赤、黄色をまず用意します。だ、何色だったかな、わかんないけど、はい、そして、こちら、まあ、混ぜるもの、まあ、私たちバリバーし、あとこちらのその入れるものが紙コップですね。イエーイ。それで、はい、こちらが材料となります、はい、こちらがあれば、まあ、スライムは作れるでしょう、はい、まあ見た感じ放射はありません。そうです。でもう分量も分かりません。そうだから、もう全て適当に、適当です。はい、イエーイ。なので、はい、どのぐらい入れますってなって真似する人も、まあ、このぐらいでいいかぐらいでいいと思います。はい、でもあんまりいい、私たちあんまり多い量やらないので、そうそう、もういいかなぐらいのやつだったら、うん、大きいのを作りたい方だったら、うん、たくさんいるよね、量が、まあ、そういうようにたくさんいるので、そこら辺はお願いいたします。はい、ではまず紙コップを用意して、はい、はい、洗濯のり、のり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 くんをね、のりのりくんちゃう、洗濯のりっていうのはあれなので、のりのりくんって言いましょう。はい、のりのりくん、のりのりくんを、材料はすべて、薬局で買いましたね。はい、はい、はい、薬局でございます。絵の具以外は薬局です。はい、どのぐらい、適当、いくよ、いくよ、適当に、まだまだ、もういい、もういい、もういい、とりあえずね、量を見ながら、見えますか、1センチあんまり見えないけど、まずこのぐらいやるんですけど、で混ぜた時にまだ洗濯のりが足りないなってなったら洗濯のりを入れるっていう感じでお願いします。適当です。適当にやってるの、次、あんまり洗顔にならないかもしれないんですけど、よく振ってって書いてるよ。まあ材料はよく振って、よく振って上向きでしようだそうです。はい、よし、じゃあまおちゃん行っちゃって、あ、もうがどうぞ、どのぐらいいるの、いやー、おぉ、やばい、ブブブブ、入ったよ、なんか石鹸の匂いがする。え、そう、うん、いい匂い、すごい石鹸というか、はい、ではコンタクトレンズ洗浄液を入れます。うちは誰もコンタクト使用しないんですけどもね、まあこのためにですね、そう、借りました。結構高かったからね、これは100円だったけど結構高かったので、ね、私たちはこれにしましたね。さくらのプチケアですね、はい、これはプチくんっていう名前で、はい、まあ、シェービングフォームはシェイくんでお願いします。シェイくんとプチくんは、プチくん、どのぐらいですかね、ピピッと、あ、そんなに3滴な感じですかね、うん、5滴、6滴ぐらいの魔王たちはいました。はい、うん、じゃあまずちょっと混ぜていきます。はい、混ぜましょう。このように混ぜていく、よく混ぜます。あ、なんだろう、どうどう、なんかいい感じ、見えますかね、ちょっとなんかトロッとした感じが、美味しそうだよ、美味しそうじゃないわ、食べれないからね、それは。そうだよ、食べちゃダメですよ。そう、美味しそうで、あー
ってなってもう食べちゃいけないものなので、はーい、こんな感じね、まあ、とろっとするかもしれない、いいんじゃない、まあ、いいと思います。結構とろっとしたらね、うん、私たちとろとろスライムをね、うん、作っているので放射はいらないっていうわけ、うん、イエーイ、ということで、はい、これが白なんだよね、だからはい、ちょっと絵の具を入れるんですけど、何順番も入れればいいかよくわからないんですか、茶色、まあ、茶色はまあ基本という基本のものなので、茶色を入れます。どう、だんだんね、ちょっと今少なく見えるんだけど、うん、だんだん茶色の絵の具がシェービングフォームのあのスライム、シェイ君のスライムにこう埋まっていくんですね。埋まっちゃったね、はい、ちょっとオレンジも入れる、オレンジもちょっとあんまり量とかがよくわからないんだけど、はい、このようにこれはね、適当です。はい、ではじゃあまず混ぜましょう、混ぜていきましょう。非常に赤い、赤い色ができましたなんかオレンジがかってるな、トマトスムージーみたいなトマト作ってしまったのにソースですよ、皆さん茶色も見えます、茶色が負けてる感じ、負けてる、もうこの間入れてやろう、よし、じゃあ混ぜます。これはもうデミグラスソースですね、あのね、はい、デミグラスソース入れるんじゃない、じゃああと何入れればいいの、白はダメよ、ダメなの、白入れすぎてダメよ、もう茶色だわ、とにかく茶色、とにかく茶色、焦げ茶色になるよ、焦げ茶にはならない、黒入れてないから大丈夫です。これはちょっともうちょっと混ぜていきます、ちょっと焦げ茶色も足してみます、はい、どうぞどうぞ、ちょっとね、来ました、なんだろうな、ちょっと赤っぽいんだよね、やっぱオレンジ入れすぎた、うん、スラちゃんにします、スラちゃん、イムちゃんは、つけちゃうね、はい、スラちゃん、シェイくん、プチくん、ノリ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 ノリか、ノリノリくんでいいや、なんか覚え出せない、スライムにしちゃちょっとトロトロだな、だってトロトロスライムだから、トロトロスライムはいいのか、うん、このようにすごいトロトロしている、このソースになるんじゃないの、まあ、うん、ソースいいと思うよ、じゃあ皆さんもそうですね、いいでしょう、いいと思います、まあ、ソーススライムを作る方は私たちのお真似を、はい、まあ、適当に入れる、これがトロトロすぎたらシェービングを混ぜるなりして皆さんでスライム作ってみてください、はい、でですね、こちらは結構固まったやつですわな、はい、ちょっとでも今ラップをやってるし変な状態になってるのでやばいやばい、あまりお見せしない方がいいかもしれないな、これ、でも固まったらこんなになるよっていう感じで、でもちょっと固まりすぎというかね、すごいね、やばいね、ちょっと待って、これちょっと皆さんにお見せしましょう、このやばいやつを、やばいやつちょっとダメですよ、あ、やばい、これもうなんかレバーみたいなのしてるレバーになりますあ、見る出てきた待って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 やばいよ、何がいいかな、待って、待てがいいか、あ、待て、待てがいい、うわ気持ち悪い、ちょっと閲覧注意だ、これ閲覧注意、閲覧注意、閲覧注意です、ちょっと触ってみよう、あ、すごい冷たい、ほら、うわ気持ち悪い、待って、いやこれがスライムです、トロトロスライムはなっているんですか、すごいね、手につきすぎというか、もうネバネバ注意これだとソースにしちゃ硬いねって言ってやめたんだよね、はい、でもう一回作ったんです、もう一回作ってっていう、もう一回作る動画を、伸びるよ、でも結構面白い、やばい、ちょっと皆さんにお見せしましょうネバネバ注意ペタペタって音するから、ちょっとやってみていい、もう、うわやばい、スライムだけどすごいね、ご視聴いただきありがとうございました、チャンネル登録してくださると嬉しいです、また見てね、バイバイ、やばいパニック状態やばい、あ、そうだ、付け足しでおかみサークルでのチャンネルで焼きそば動画、笑っちゃってよ
作るのでそちらも見てね。バイバイ。まだマシになった。イエーイ。すごい。こっちの方がやばいですね。